疫学統計セミナー1回目ということで、本日はデータ解析と研究目的との関連ということでお話しさせていただきます。臨床研究センターの佐藤です。よろしくお願いします。まず今回お話しする流れというものは、データサイエンスというものは何かって話した後にタスクの分類、結論としては記述と予測と因果推論という3つに大きく分かれるんですけど、それの話と、あとはアウトプットを意識した研究デザインとか、あとは最後は今後の流れについてお話しさせていただきます。じゃあ、始めます。データサイエンスは研究にどのように関わってくるのかというお話ですね。でまずデータサイエンスって何なのかっていうところなんですけれども、今回のこの講義とかこれから先もなんですけれども、データサイエンスって言葉を使うと統計学も人工知能とか機械学習とかそういうような、最近流行っている言葉ですね、これも含めてデータサイエンスと話させていただきます、説明させていただきます。で今から話する内容というのは、このミゲルっていうハーバードの教授ですね、疫学の教授が書いたペーパーがあるんですけれども、このペーパーのを参考にしながら進めています。まずデータサイエンスのタスクっていうのは、できることっていうのは、大きくこの3つに分かります。データがあるっていうのは、データサイエンスだから当たり前なんですけれども、このデータから記述したり予測したり因果推論するっていう目的に沿って、タスクが分類されていきます。でまず記述するってところから見ていきます。ディスクリプションですね。ディスクリプション、記述でできることは大きく3つあります。1つ目が要約、2つ目が可視化、3つ目が教師なし学習。これはちょっと少し難しいんですけれども、で1つ目の要約、これはデータの特徴をありのまま数値とか統計量、平均値とか中央値とかそういうものですねで示すことを指しています。ここに図書いてますけど、サマリーだったら平均とか標準偏差とか求めたりとか、あとはアウトカムと、いろんな変数がありますよね、それとの関連をこう、統計量と出す、リスク比とかリスク差とか、いろいろありますけど、そういうのを出すっていうのもこの要約に分類できると考えます。で2番目が可視化、これはデータを図で表すというところですね。で3番目が教師なし学習で、これは変数間あるいは観測値間に サブグループを見つけて分類してあげるっていうのがこの教師なし学習です。でこのディスクリプション、記述に対応する科学的な疑問ってどんなものなのかなっていう具体例です。例えばある集団のうち糖尿病を患っている人の割合はって言ったら、ある集団がいますよね。この中で、ある一定数糖尿病を患っていましたと、25% です。これも十分要約として役割を果たしています。他にもある集団を10年間追跡と調査しましたと、そして10年間での糖尿病発症をアウトカムとすると、で糖尿病の発症と関連のある調査開始時の変数は何かなって、例えばデモグラフィックとかですね、人口統計学的データだったり、血液学的検査の値だったり、その生活習慣的なものだったり、運動習慣ですね、あとゲノム遺伝子情報っていうのも、もともとベースラインとしてあると。で最終的に10年後このポピュレーションっていうもののうち何割かが糖尿病を発症していると、そしたらこの時にこの発症に関連がある要因は何なのかなって探索するっていうのも一つアソシエーション、関連を見るっていうので、ディスクリプションでできることになってきます。で要約ですね、先ほどそのディスクリプションがサブタイプ、3つのサブタイプに分けれるっていう話をしましたけれども、1つ目の要約っていうのは、この平均値とか中央値とかですね、これボックスプロット、箱ひげ図ってやつですけれども、こんなような簡単な統計量で表すのも要約ですし、ある集団を追っていて、これ3人追ってるんですかね、3人追っていて、この A さんは、この時間を追ったら、アウトカム発生しました、 B さんはこれだけ追ったらアウトカム発生しました、C さんはアウトカム発生しませんでした。でこういう情報があったら、この中から発症割合とか発症率とか有病率とかそういうものを計算することができます。これも要約です。他にもその男性女性で糖尿病ありなしの頻度が違いますか、この表にまとめるっていうのも要約でできることになってきます。で可視化ですね、これは
このジョン・トゥーキーって人が統計家が言ってるんですけども、単純なグラフは、まあ、他のどんなものよりもデータアナリストの心に響く情報をより多くもたらすと。やっぱり図を書くとこうどういうようなデータなのかって数値だけじゃわからないことが見えてくることがあります。なのでその解析するときっていうのはデータがあったらいきなりその、まあ、要約するのはまあいいんですけれども、そのなんとか検定とかですね、多変量解析とか来たりするんじゃなくって、やっぱりこのようなビジュアリゼーション、可視化をすることによってそのデータの分布とか情報を把握して、それから解析すると、まあなんかおかしなことが結果が出た時にですね、あれなんかこれおかしいんじゃないかって直感的に気づくことができるので、やっぱりこういうような可視化のステップっていうのは大切になってきます。あとまあ論文書く時もそうだと思うんですけど、まあ図ってその論文とか研究に対するまあ個人的な愛情が表されるところだと思うんですよね。図が綺麗だったらやっぱりこうなんかこう論文もすごい丁寧に書かれてるのかなって個人的に思ったりします。でこういうこの図とかはある、患者さんを、まあ、いくつかの2つのグループに分けてですね、それを形式的にこうプロットしてきましたって、まあ、これ結構多くいるからこんな風になってるんですけど、緑の方が若干こう高いのかなっていうようなことが分かりますし、これは年齢っていうものを縦軸に、まあ、横軸がサブタイプのグループですね、グループで箱ひげ図だけではなくて、今度はドットプロットって点で表したり、この密度ってものをです、点の密度をこういうようなグラフで表すこともできましたと。まあ、これを、最近時々見ることあるんですけど、何でしたっけ、レインクラウドプロットって言って、これ横にこう倒したらですね、雲があって雨が降ってるように見えるじゃないですか。まあ、このようなグラフも今はあります。普通に箱ひげ図書いたり平均値と SD だけの図、標準偏差だけの図を書くよりもよっぽど情報量が大きいですよね。なのでそういう意味でもその優れているような図だと考えます。まあ、これが基本的によく見る形式的にそのある処置を行った分2群あったらそれをこう形式に追ってきました、平均値と SD で書いていますみたいな図です。まあ、こんなふうにグラフを書くのが非常に重要だと。で最後のこの、記述のところで、まあ、ハナ・ミゲルが教師なし学習も記述に分類してるんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、他の要約とビジュアリゼーションの可視化に比べるとかなりこうちょっと少し、系統が違ってるんですけども、これどういうものかっていったら、例えば検診データとか性別か年齢とかもたくさんデータがあって、もう何なのかよくわからないってなった時に、人間ってやっぱりたくさんデータが変数があったりです あるとですね、あんまりこう把握することができないんですよ。把握できるのってやっぱし2次元とか3次元ぐらいだと思うんですよね。なのでそれをこうぐしゃっとまとめてポイッとまとめてあげる方法の一つに教師なし学習っていうものがあります。でこれ例えばヨーロッパ地域の、まあ、ゲノムのデータをぐじゃーってたくさん集めてきて、まあ、ゲノムたくさんこうスニップのデータがありますよね。それをこう2変量2次元に縮小してあげるとこんな風に、プロットすることができました。これゲノムの情報を2次元に縮小した時のプロットですね。でこの図を見るとこのヨーロッパの地図とこう似てるじゃんっていう、まあ、面白い結果が得られましたよみたいな結果がネイチャーに1回載ったりもしました。まあ、これあとはそのこれなんだろうな、バイオマーカーか遺伝子かわからないですけど、それをこうクラスタリングしていきましたって、階層的クラスタリングっていうものを用いてこうまとめていますっていう方法の一つです。まあ、これはかなり移植っていうか系統が今までと違う記述の中では違うので、そんなにする機会はないんですけれども、あこんな方法あるんだなって頭に入れてると、まあ、論文とか読むときにああそっかって思うことがあると思います。で今から説明するその予測であったり因果推論をする上でも、この記述するっていうステップはどうしても外せないステップです。まあ、教師なし学習はしなくてもいいんですけれども、要約するっていうところとビジュアリゼーションっていうものは予測するときでも因果推論するときでも確実に行ってほしいステップになってきます。で次に2番目の目的とデータサイエンスでできる目的の一つであるタスクで一つである予測ですね、プレディクションを見ていきます。プレディクションに対応する科学的な疑問ってこういうものです。入院時の白血球数の値で1週間後の死亡確率を予測する、まあ、こんなできるわけないだろうと思うかもしれませんけれども、とりあえず例としてあげてると。で1個だけのそのなんかマーカーだけだったらこう、まあ、予測性能って直感的にも悪いなと思いますけれども、例えば入院時に記録測定数100個の変数で1週間後の死亡確率を予測するってなったら、あなんかこう研究っぽくなってきますよね。
で3番目、ある特徴を持つ女性が1年後に脳卒中を発症する確率を予測する。4番目がある特徴を持つ男性の1年後の体重を予測すると、まあ、このデータがいろいろあって、ある人のデータがたくさん、こう1行ごとでもいいんですけどあります。その人がどうなったかっていうアウトプット、アウトカムがあるっていう情報です。でこの入力とアウトプットをこうちゃんと紐付けて解析する方法もですね、このプレディクションっていうのは。でまあこういうふうに、まあいいや、うん、まあそういう方法です。でこの具体例見ていただけたら分かったと思うんですけど、予測するっていうところが共通項になってるんですよね。まあそして個人ごとの予測結果として、1週間後の死亡確率は 5% だとか、1年後の脳卒中発症確率は 10% だとか、1年後の体重は 80kg とか、まあそういうように予測するってことにフォーカスを置いた解析方法というか、まあデータサイエンスのタスクになってきます。でまあ予測するって結構難しくって、まあ、ちょっと皆さんのスライドと少しタイトルが違ってきてるんですけれども、モデルの柔軟さと解釈のしやすさってあってですね、解析の方法が、まあ、シンプル。線形モデルっていうのは単回帰分析とか重回帰分析とかロジとかですね、で一般化線形モデルっていうのはロジスティック回帰分析とか、そういうポアソン回帰分析とか指すんですけども、こういうような、まあ俗にパラメトリックモデルとか言ったりします。こういうような解析手法っていうのは解釈はしやすいんですよね。なぜならば、例えばロジスティック回帰分析だったら、その回帰係数からこの、性別がアウトカムにと関連する度合いっていうのはオッズ比とかで算出できるじゃないですか。なのでそのある変数がアウトカムにどのように関連しているのかっていうのを数値的にも見ることができるっていう意味で解釈のしやすさはあると。ただ予測のその、まあ、モデルの柔軟さとか予測の性能を考えるとそんなに高いわけでもない。まあそれがいい場合もあるんですけれども、で一方でこれパラメトリック、ノンパラメトリックなモデルって言ってですね、このスプライン曲線って言ってクニャクニャクニャって線当ててあげるとか、決定位って言って性別が、まあ、男だったらこっち、女性だったらこっちとか、いろんなマーカーでこうどんどん分類していくような方法があったりしたりとか、ランダムフォレストって言って、まあ、そういう、まあ、いろんな難しい方法なんですよね。あとディープラーニングとかって最近よく聞きますよね。こういうような方法っていうのはノンパラメトリックモデルに分類されるような方法であって、これはモデルの柔軟さとかその予測の精度の高さっていうのは比較的高い傾向にあるんですけれども、その分解釈のしやすさっていうのがどんどん低くなってきて、もう何やってるかわからないで、まあ、ブラックボックス化してしまうんですよね。まあ、そういうふうなことになってきます。で、パラメトリックとノンパラメトリックってモデルの柔軟さなんですけども、まあ、これちょっとイメージとして考えてほしい、覚えててほしいんですけども、パラメトリックっていうのは、まあ、いろんな観測データがあって、これ3次元上の観測データがあったとしますよね。あった時に、まあ、3次元って言ったらあれですけど、例えば性別、年齢、血圧をこうプロットしましたってなった時に、こんな赤い点が得られるとするじゃないですか。でパラメトリックな方法、回帰分析とかロジスティック回帰分析とかっていうのは、ざっくり言うとこの平面をもうただの平らな平面を当ててるようなイメージなんですよね。でノンパラメトリックな方法っていうのは、この点に完全に寄り添うようにグニャグニャグニャっていう面を当ててるようなイメージだと思ってください。でこっちの方がそのモデルとしては単純で解釈はしやすい、だけれども予測の性能はやっぱ誤差がこう見るからにも大きいじゃないですか。なので予測の精度はあんまり高くないと。でこっちの方はグニャグニャグニャってなってる分、予測の精度は高いんだけれども、解釈がなかなかしづらいっていう方法になってきます。でまあ今その予測っていうのが何ができるのかっていうのをちょっと見てきましたけれども、もう少し具体例を持って解釈していきましょうか。まず具体例の1番目が解釈しやすい予測っていうものです。これは、中年成人における糖尿病発症、8年後ですかね、8年後の糖尿病発症の予測をしようっていうスタディでした。何だったかな、これは、どこか、何の論文だったっけ、あれどこだ、あ、まあいいや、まあ、なんか論文載ってたんですけれども、まあ、あるポピュレーション、コホートがあって、この人たちの、そのベースライン時の、まあ、糖負荷検査とか年齢とか、このような変数について測定しますと。これで8年後追っていった後の8年後の糖尿病発症を予測しましょうっていう、まあ、予測を目的とした解析ですよね。あれで、その時に解析方法として糖尿病が
を発症したか発症してないかって2次なので、ロジスティック回帰分析っていう手法を選びました。でロジスティック回帰分析は一般化線形モデルに分類される方法なので、先ほどの、分類だとパラメトリックにあたってモデルの解釈はしやすい方なんですよね。でその時に、まあ、表としてこんなのが得られたと。年齢があって50未満をリファレンス対象と置いた時に、50から64だと、まあ、そのなんか糖尿病の、まあ、リスクみたいなものが減ってる、減ってるのかというかね、まあ、減って、まあ、ピーチは有意じゃないんですけれども、あとまあ BMI とかそういうものは、25未満が1リファレンスと置いた時に、25から 29.9 は 1.35 倍糖尿病が発症しやすくなってきてるし、30、以上になってくると 2.50 倍その糖尿病の発症のリスクが、まあ、ざっくり言うと、まあ、増えてるっていうような解釈ができます。これが他の変数でも同じように言えると。で予測の性能は ROC カーブっていうので、まあ、予測性能を評価してました、この研究は。でただ今、まあ、そのロジスティック回帰分析してるから、どの変数がどのぐらい予測に寄与するのかっていうことは、まあ、なんとなくあの表からも分かるんですけども、今目的としては予測確率、その人が8年後どのぐらい糖尿病を発症するのかって予測確率を求めたいんですよね。ってなった時に、本来ならばさっきの表からの回帰係数っていうものを使えばですね、まあ、こんな風に回帰 Z イコール 0.99 性別プラス 1.65 をかける高血圧プラスグラグラグラってあって、これを1プラスエクスポーネーシャルの Z 分のエクスポーネーシャルの Z とかで、ある人がその糖尿病8年後糖尿病発症する確率っていうものを推定することができるんですけども、それをいきなり現場で使えるかって言ったら使えないし、使いづらいですよね。なのでこの研究ではスコアリングしましたと。まあ、なんかスコアをつけてあげて、そのスコアに対応する予測確率っていうのを出してあげましたと。でこれは予測を目的とした時にちゃんとも予測もできるように、このスコアを使ってその人がいつ、まあ、8年後糖尿病発症するかどうかって、その予測の、まあ、確率っていうのを予測することもできています。ただやっぱりスコアリングするっていう解釈のしやすさを求めたがために、予測の性能はやっぱり荒くなってしまうから、落ちちゃってるんですよね。まあ、こういうようなスタディでした。まあ、ただこれも一応予測するっていうことを目的とした時の、まあ、目的は達成していると思います、ある程度は。で2番目ですね、これはブラックボックスの予測ってことで、ディープラーニングを使った、ディープラーニングじゃなくて、まあ、機械学習系のノンパラメトリックな解析をした、例です。乳がん女性におけるリンパ節転移検出のためのディープラーニングアルゴリズムの診断評価っていう、JAMA の論文でした。これは、教師データ、まあ、そのコンピューターがですね、その転移があるかどうかっていうのを学習するためのデータをまず用意してあげます。それを教師データって言ったりするんですけども、それでこの、まあ、その画像に対してここ転移ありですよっていうのを、まあ、とりあえず人間がマッピングしてあげます。で転移ない場合は転移ない場合です。でそれをコンピューターに入れ込んであげて、このコンピューターがですね、このディープラーニングとかランダムフォレストとかサポートベクターマシンとか、まあ、いろんなその機械学習系のアルゴリズムで学習します。で学習すると、この学習した、まあ、コンピューターにですね、新しい画像を入力すると、あこの画像だとその転移がありますよないですよって、まあ、そういう確率とか、まあ、こういうマッピングとかしてくれるらしいんですよ。でこのテストをしますと、このその学習したそのこのパソコンというか、その機械がどのぐらい予測できているのかって、性能を人間と、まあ、このガチンコで勝負してあげて性能を評価してあげましたっていう研究でした。で結果としては、診断にかける時間を制限しない病理と同じような診断性能が得られるっていう結果でした。でディープラーニングの方は時間はかからないというのはすごい大きなメリットですよね。でであとは機械学習の中でも、まあ、特にディープラーニングはブラックボックスになりやすいと。なんで結局このディープラーニングした結果、その画像は転移がありと判断したのかってことは、まあ分かんないんですよ。どういうアルゴリズムでなったのか分からないです。ただ、まあ、分からないけれども、やっぱり予測の性能は上がっているし、性能もやっぱコンピューターがするから、人間だったらやっぱ体調によったりとかですね、まあ、人によってこうばらつきが出てくるじゃないですか。だけど一回学習した機械だったら、それは機械は疲れないし、安定した結果は得られますよね。まあ、そういうことでディープラーニングっていうのは、まあ、性能は安定するし、予測の性能も上がるだろうと。
まあ、人間と同じレベルには。ただ解釈をしたいって場合、今回解釈をしたいのは別に目的になってないからそれでいいんですけども、やっぱりその前半のその8年後の糖尿病の発症のリスクを予測するってなった時に解釈も したいっていうモチベーションがあったら、まあ、このディープラーニングの解析するっていうのはちょっとこう目的に合ってない、少し予測を目的とした場合はいいんだけれども、予測の中でもレベルがあってその中にはちょっと合ってないような方法になってくるかと、かなと思います。よいしょ。で次、予測の話が終わって最後の因果推論の話になってきます。でコーザルインファレンスですね。ミゲルのさっきの論文ではこの因果推論ってここは言わないで、カウンターファクチャルプレディクションって言って反事実の予測っていう言葉を使ってるんですけども、ちょっと分かりづらいので因果推論って言って、まあ、なんか聞いたことあるかなぐらいの言葉に変えています。で因果推論何をするかっていうと、大腸がんのスクリーニングが死亡率を減少させるのかであったり、スタチンを投与することはある特徴を持つ女性の脳卒中のリスクを減らすのかっていうような、ある介入、まあ、もしくは暴露があって、まあ、それを変えることによってアウトカムが変わるかどうかっていうのが見るのが因果推論で見るあのものになってきます。でこれどういうふうなあの、まあ、方法かって図に書いたのそうなんですけど、まずこの原因と結果っていうもの、まあ、原因が暴露だったら介入ですねの要因を自分の中で決めます。でアウトカムも決めますね、まあ、これクリニカルクエスチョンに沿ったような形になってきます。でただこの例えばスタチンと脳卒中の関係とか、まあ、この効果を見るときに単純に解析してしまうと、まあ、歪めてしまうものがあると、まあ、それ交絡因子って言ったりします。でこれらの関連をちゃんと整理した上で、これを整理してちゃんと解析してあげると因果効果っていうのを推定できます。まあ、因果効果っていうのは、まあ、まあ後で説明しますけど、まあ、こう関連のもうちょっと先に踏み込んだものになっています。で、もう少しこの原因と結果っていう関係をちょっと見ていきましょうか。血圧が高ければ年収が上がる、これは血圧が原因になっていて年収が結果になっているっていうようなそのクエスチョンを立てたということですね。体重が重ければ足が速いとか、タバコを吸えば心筋梗塞になる確率が高い、大腸がんスクリーニングを受ければ大腸がんによる死亡抑制できる、この全ての4つの、まあ、例において全部原因と結果にこう分けることができるのは、まあ、見て取れると思います。ただこれ見た時にですね、まあ、この最後の2つは、まあまあ、一般的に考えて、うん、そうかもしれないねって納得するかもしれませんけれども、この上の2つって なんでやろうなってやっぱ思うと思うんですよね。だけど単純にデータを取得して単純な解析をしてしまうとそれは関連としては出てきます。だけど関連としては出てくるけれども効果としては得られないんですよね。それは間違ったあの関係が出てくるんですけれども、なので、まあ、今僕関連と効果っていうのを明確に使い分けましたけれども、こういうような言葉の使い分けとか考え方の使い分けがしなくちゃいけないのが因果推論になってきます。で因果関係と相関関係っていう考え方があって、因果関係っていうのは原因と結果って2つの変数があった時に原因が起きたから結果が生じたとか、原因を変えたら結果が変わるっていうのが因果関係です。一方で相関関係っていうのは原因と結果の間に、まあ、なんかデータを取得してそのまま解析してあげると関係がありそうだと、相関関係があるとか、まあ、ピアソンの相関係数とかですね、まあ、そういう関係もありそうだと、だけど原因と結果の関係かは分からない、つまり原因を変えたら本当に結果が変わるのか分からないし、その原因が起きたから結果が生じたかどうか分からない、たまたま偶然でしょっていうのが相関関係だったりします。で因果関係と相関関係を判断するためのポイントをですね、2つの変数の関係が相関関係である場合3つのうちのいずれかに当てはまります。1つ目が全くの偶然ではないか、2番目が第3の変数は存在しているか、3番目が逆の因果関係は存在していないか、このうちのどれかに当てはまった時にその2つの変数の関係は因果関係ではなく相関関係と捉えることができると。まあ、これは定量的に考えるっていうよりも定性的に考えるっていう意味合いもちょっと強いんですけれども、例えばまず全くの偶然ではないか、何を言ってるかっていうとですね、まあ、この例よく見るので見たことはいらっしゃるかもしれませんけれども、ですね、この赤い線、あこの
この横軸が時間です。1999年から2009年を追っています。でこの赤い線は溺死者数ですね。プールでの溺死者数を表しています。でこの黒い線がニコラス・ケイジの年間の映画出演本数です。で見た時にあれってニコラス・ケイジの年間映画出演本数とそのプールの溺死者数が結構こうフィットしてますよね、時系列で見ていくと。だからといってこうニコラス・ケイジさんちょっとあの映画ちょっと出るのやめてくださいって、あんたが出るとこうプールで溺死する人が多くなるんですよとは判断しないですよね。まあこれはこう単純に見ちゃうとこのような関係が見れちゃうけれども、それは全くの偶然ではないかっていう例です。で3番目2番目ですね。これは第3の偏差存在していないか、例えば血圧と給料の関係を見たとします。単純に血圧と給料あるコホート、この病院でもいいですけれども、病院のみんなの血圧とみんなの給料を単純にこう相関取ってみるとですね、おそらく血圧が高くなれば給料が上がるんですよ。これはまあなんかなんとなくそうかなとか思うかもしれませんけど、でこれなんでこういうような関係が出るのかと、もしも血圧が上がれば給料が上がるっていうのが本当だ真だとした場合ですね、皆さんは塩をたくさん舐めればいいんですよ。そしたら給料が上がるから。だけどそんなことはしないじゃないですか。じゃあ何が関係しているかっていう、この第3の変数が関連しているんですよね。年齢っていうものがあって、年齢が上がれば血圧は一般的に上がると、年齢が上がれば一般的に給料上がると、こういうような第3の変数があるから血圧が上がれば給料が上がるっていうような見せかけの相関が得られますというものです。これが第3の変数、これをこう交絡因子ってよく言ったりします。原因と結果に影響を与える変数のことですね。まあ、これ解析するときによくこう注意してくださいって言われるものです。でこの交絡ってのは解析でうまく調整することは可能だったり、研究デザインで調整することは可能なものです。制御することですね。で次、逆の因果関係は存在していないか、まあ、これちょっと分かりづらいんですけれども、例えば犯罪の発生件数に影響を与える要因の調査をしていて、警察官の数が多い地域は犯罪件数が多いことが分かりましたと。でなんかこれデータを単純に拾ってきて、単純になんかこう何も考えず解析しちゃった人がですね、そう思ったということですね。警察官の数が多くなったから犯罪の発生件数が多くなりましたと。だから警察官の数減らしてくださいよっていうのはおかしいですよね。これは犯罪の発生件数が多くなったから警察官の数が多くなったって考えるのがまあ普通だし、理解しやすいところだと思います。まあ、こういうような逆の因果関係になってないかってことも注意してこう仮説を見る必要が、まあ、研究を見ていく必要があると思います。で、まあ、世の中によくあるこうデマとか、まあ、とんでもの方法とかそういうのは大体この因果関係じゃなくて相関関係で何か関係あると見せかけているだけであって、まあ実際ちゃんと解析とか考えてみるとこの3つのうちどれかに当てはまっているケースがほとんどだと思うので、まあ実生活を送るというか過ごす上でもこの因果推論のこの考え方、因果関係と相関関係っていうことをちゃんと頭に入れていくと、まあ騙されづらいというか、まあ楽しく生きられると思います。で次がですね、これちょっと考えてみましょうっていう例です。チョコレートの消費量とノーベル賞受賞者数との関係を見たニューイングランドジャーナルのまあなんか何ですか、まあ、面白おかしいコラムの一つです。一人当たりのチョコレートの年間消費量が多い国ほどノーベル賞を受賞している人の数が多いということがこのデータからは得られました。これ横軸がチョコレートの消費量です。で縦軸がノーベル賞の受賞者数、10万人あたりの受賞者数を表しています。で見てみるとこれを単回帰分析をした結果、国民が1人当たり年間 200g 多くチョコレートを摂取するとその国のノーベル賞受賞者の数が1人増えるっていう結果が得られました。さてこれは因果関係と相関関係のうちどちらでしょうかっていう問題です。ちょっと考えてみてください。だし、あと近くの人とか仲間と少しディスカッションしていただけたらいいなと思うんですけれども、どうぞ。
いいですか。僕これ大体あの人に当てるんですけど、あのどうですか。相関関係か、うん、まあ間に何か媒介する意思を挟んで因果関係がある。はいはいはい。はい、まあそうですね。多分あのいろんな考え方があると思うんですけれども、今そのおっしゃってくれたことが多分、まあ、あのこのコラムの中では正解っていうか、あのこうでしょうって言ってるもので、あの国の富裕度みたいなものがあの関係しているのかなっていうものでした。国がある程度余裕があると嗜好品であるチョコレートも食べるし、まあ、お金に余裕があるから教育もまあこうコストをかけて、そうすることによってまあチョコレートの消費量とそのが上がれば上がるほどそのノーベル賞の受賞者数が増えているような関係が見られたのかもしれないっていうようなあの例でした。まあ、これもそのなんかあのまあ、言われてみたらとか、まあ、普通に見たらですね、そんな関係ねえだろうと思うかもしれませんけど、なんで関係ないんだって理由をその因果推論の考え方を知っていると考える、こう一つの、まあ、手はずが通例になると思います。で、まあ、今までの話をまとめますと、その、因果関係と相関関係っていうものがあって、まあ、見るのは原因と結果の関係を見るのはどちらとも同じなんですけれども、因果関係の方は、まあ、再び原因が起こったなら例えば同じ、まあ、必ず同じ結果が得られるだろうと。でこの時に因果関係がある時に原因と結果の関係を効果と言います。数値的に得られたこの関係の強さのことを効果と言います。一方で相関関係、これは再び原因が起こったとしても同じ結果が得られるとは考えにくいとか、まあ、何か第三の変数が介しているとか、まあ、何かあるとか、そういうものですね。これはまあ因果関係を示せないとき、原因と結果の関係をアソシエーション、関連というと、まあ、この相関関係、因果関係じゃなくて相関関係のときにこの二変量の関連で見られる定量的な強さをは効果ではなくて関連という言葉を使います。このエフェクトとアソシエーションっていうのは厳格に区別する必要があって、論文書くときも何ですか、なんとなくエフェクトって言葉使っちゃまずいんですよね。インパクトとか構図とか、そういう言葉は因果関係をちゃんと推定するような手法を用いた結果使えるのかもしれないけれども、そうじゃなくてなんとなくなんか多変量解析しましたとか、そういう結果から得られたものをそのエフェクトとか構図とか言ったらちょっと言い過ぎっていうふうになります。おそらく査読者とかエディターとかからそういうようなコメントが来るものかと思います。で、効果と関連どういうものかってことは今後この具体的に例えば確か5回の時に5回目に説明すると思うんですけれども、単純な計算から得られるのは先ほど説明した通り関連なんですよね。どういうものかって言ったら、研究対象者がいるじゃないですか。これ100人いて、100人がまあなんかスクリーニング受けました、スクリーニングありです、スクリーニングなしで、100人中40人がスクリーニング受けました、で60人がスクリーニング受けませんでした。でこれ普通にまあ研究とかで得られるデータですよね。でエフェクト、あか関連っていうものはこういうもので、スクリーニングありスクリーニングなしの群に分かれた時にこの中で例えば大腸がんの発症が何割でしたかって比較するのが、例えばスクリーニングありの大腸がんありの大腸がんが発症するその割合が、5% で、スクリーニングなしが 10% だとしますよね。で 5% の 10% を比較することを、まあ、リスク差とか、まあ、言ったりしますけれども、それで見たものはアソシエーションなんですよ。ただちゃんと因果推論的な方法を使っていって、エフェクトっていうためにはどういうものを考えているかっていうと、この研究対象集団がいたときに本来これはまあ4対6でスクリーニングありとスクリーニングなしになるんだけれども、この集団全体がもしもスクリーニング全員受けた場合何割その大腸がん発症するのかな、もしも全員がスクリーニング受けなかった場合大腸がんどのぐらい発症するのかなっていう架空の事実を比較することによって得られるものを疫学ではそのエフェクトで定義しています。
まあ、何のことやらって感じなんだと思うんですけど、思いますけれども、まあ、そういうような半事実っていう概念を導入することによって推定できるのが効果です。まあ、半事実って、まあ、もっと平たく言うと、事実として解熱剤を飲んだから熱が下がったと。この時に半事実は、解熱剤を飲まなかったら熱はどうなっていただろうっていうのが、あの半事実です。で、まあ、他にも、誰とかかんとかかんに会ったから医療者を目指していると。半事実は誰とかかんとかに会わなかったら何になっていただろうっていう、ただ問いも、まあ、半事実なんですよね。で、因果関係っていうのは、原因が起こったという事実における結果と、原因が起こらなかったという半事実における結果を比較して分かるのが因果関係になってきます。まあ、いろいろ話しましたけれども、詳しいところは第5回のところで話す予定です。はい。で、まあ、具体例としてどういうものがあるのかっていうと、でですね、皆さんなんかこう、しっくりきてないかもしれないですけど、例えば RCT、ランダム化比較試験とかやって得られる結果は、実は関連じゃなくて、ちゃんと効果エフェクトを見てるんですよね。で、観察研究で皆さんが解析をしているとするじゃないですか、解析したとするじゃないですか。で、厳密に言ったらちょっと分かんないけど、もしかしたらちゃんと効果を推定してるかもしれないですよ。で、多分、皆さんがよくやってる研究っていうのは、まあ、僕がこう相談を受けているのはですね、予測をフォーカスにしたものっていうよりは、その因果推論に焦点を置いているような研究が多いような印象を受けます。で、因果推論をするときはこんなことをしなくちゃいけないんですよってことをなんとなく頭に入れててください。で、具体例なんですけれども、これ長崎大学で初めてやった一指導治験の一つです。コレヒチン無効あるいは不体の家族性地中海熱を対象としたトシリズマムプラセボ対象ランダム化二重毛形変更群間比較試験というような治験が、医師指導治験がありました。これ家族性地中海熱っていって、まあ、遺伝性疾患って言われていますけれども、定期的に熱の発作、38度以上の熱がこうバーって出ちゃったり、お腹が痛くなったり節々が痛くなったりする病気です。で、基本的にはコレヒチンっていって痛風の薬を飲んで効くんですけれども、まあ、コレヒチン飲んでも、まあ、効かなかったり、あるいは下痢とかがなってしまって飲めないっていう患者さんが稀にいて、その患者に対してトシリズマブっていう薬を使ったら、まあ、効くんじゃないか、だからその効果をちゃんと推定しましょうっていうのが一指導治験でした。で、これはランダム化比較試験で、コレヒチン無効あるいは不体の FMF 患者、家族性地中海熱を FMF って略したりするんですけど、患者さんをランダム化してトシリズマブ群とプラセボ群に分けます。で、24週間追った時に、この24週間の中で起きた発熱発作回数、その38度以上の発熱が何回起きましたかっていうのをカウントしてあげて、これを比較しました。で、薬剤の違いが発熱発作に影響を与えるのかっていうクリニカルクエスチョンがあった時に、このクエスチョンに対してこういうようなデザインを行って、まあ、ランダム化比較試験でこういうデザインを組んであげて解析してあげると、そこで得られる結果っていうのは関連でなくエフェクトですよっていうものです。まあ、これも詳しいことは第5回に。で、まあ、RCT じゃなくてもオブザベーショナルスタディ、観察研究でもですね、この関連というものを効果にぐーっと近づけることができるという例の一つです。これは血清中のビルルビンと、そのハイパーテンション、高血圧、高血圧のリスクを比較する、比較時間、まあ、この関係を見たっていうようなスタディです。すごい大きなデータがあって、この1999年か2012年のうち3万人ぐらい の, で、あのサンプルの人をサンプルを対象としているデータです。で、これっていうのはよくこう本に書いてあるようなその多変量解析の方法から一歩踏み込んで、よりこう因果推論ができるように、効果的に、まあ、理論的に行楽因子とか、まあ、この変数感メカニズムっていうのをちゃんと選択してあげて、まあ、かつ、まあ、結束とかあったりしたんですけれども、それもちゃんと処理してあげたスタディです。で、ビルルビンがあってハイパーテンションがあって、このエフェクトをちゃんとコンファウンダーで交絡因子でちゃんと調整してあげて効果を推定してあげたっていうスタディの一つです。まあ、こんな風に RCT じゃなくても、観察研究であってもちゃんとその効果っていうものを適切な方法を取れば推定することが可能です。で、今までその
データサイエンスでできるタスク分類として、その記述と因果性、記述と予測と因果性論って3つ見てきました。でここからちょっともうより発展的な内容で、例えば自分の研究目的がちょっとさっきみたいなタスクでちゃんと分類できてなかった場合どういうことが起こるのかってことを、例で説明します。今心不全患者のデータを利用して5年以内に死亡する患者を予測するアルゴリズムを立てようと思いました。研究しようとしました。でこれは研究目的は予測です。5年以内に死亡する患者を予測するですからね。で分析の結果、入院歴が予後予測に役立つ変数だとしました。これはディープラーニングとかそういう方法を使わないで、一般化線形モデルとかより解釈のしやすい方法を用いた結果、入院歴が予後に結構寄与しているような因子だということが分かりましたと。こういうことよくありますよね。予測に寄与する変数を同定したと。でここでですね、ここまでが予測でできたこと、予測を目的とした研究としてはここで終わっていいのに、この結果をもって5年以内に死亡する確率が高くなるから今病気の患者に入院しないよう働きかけようって言ったりするのはこれ間違いなんですよね。予測として目的とした場合はここまででいいのに、そこからなんか因果推論っぽいというか、その何か介入をしてあげましょうみたいなことを考えちゃうとおかしくなっちゃうっていう例の一つです。だから自分がやりたいことっていうものを最初にこう明確に決めておく、目的なの、目的が予測なのか、それともコーザルインファレンス、因果性論なのかっていうのをちゃんと考えておくと、こう行き過ぎっていうことがなくなります。こういうミスを犯すことがなくなると。で仮にですね、疫学の目的の一つっていうのは何かに介入することによって人の健康を目指したいっていうのが疫学の目的の一つなんですけれども、例えばさっきの心不全患者のデータを利用して5年以内に死亡する患者を予測するアルゴリズムっていうのは予測が目的ですよね。でこの予測が目的の場合、死亡率をどのように減少させるのかっていうのは予測が目的であって、予測の性能が高めるようにモデルとか作って解析方法を選択してあげてるから、得られた結果、その何ですか、さっきは入院歴が予後に寄与しているのってことはなんとなく分かったんだけど、それが、それを変えてどうのこうのって話にはならないですよね。予測を目的としているから。じゃあこの何が死亡率を減少させて、思考をその何がを介入できるような余地がある、それに対して解析していきましょうとか、何が死亡率を減少させるか分かれば介入ができる可能性があるとか、こういうふうな思考に持っていってしまうと、これ意思決定がしたいって考えるんですよ。何が死亡率アウトカムを変える方法は何かなって考える方法ですね。予測はアウトカムを予測したいと、アウトカムが発生する確率を予測したいというのが予測が目的です。この意思決定という因果性論というものは何が死亡率を減少させるのかな、その死亡率を減少させるものを変えることによってその死亡率をちゃんと減少することができるのかなって、そういう疑問に答える方法は因果性論になってきます。で、因果性論の方法として、詳しい話はしませんけれども、因果性論をするためにはですね、原因と結果、さっきの場合はビルルビンとハイパーテンションがありますよね。この関係というか効果、ビルルビンがハイパーテンションにどのような影響を及ぼすのかなって調べるためには専門家の知識、結局それ専門家の知識っていうのは統計家ではなくて皆さんのような臨床にいる方々の知識を総動員して、このビルルビンとハイパーテンションに影響を与える因子を全て列挙していきます。で全て列挙していった後にこう関係をこうパスを書いていくんですね、矢印でですね。もうなんかすごい気が遠くなるような作業になってくるかもしれませんけれど、因果性論をしようと思ったらここまでやったらやった方が本当はいいっていうやつです。でこんな風にパスを書いてあげると、このなんと今までのですね、教科書ではこのビルルビンとハイパーテンションの関係を多変量解析するときは専門家の知識を総動員して得られたこの因子を全て多変量解析にぶち込みなさいっていうのが今までの教科書に書かれていることでした。よく書かれていることですね。だけど本来はそこから一歩進んで、その何ですか、こうダグとか、こういうような考え方があったりとか、バックドア基準とかいろんな関係考え方があるんですけど、そういうような
知識を使うことによって、そういう知識はこの統計家だったり疫学者が持っているんですけれども、実はこの中にあるこんなたくさん変数がありますけれども、このオベシティとエデュケーションとレースとジェンダーとエイジと、まあ何だこれは、尿酸か、尿酸とアルコール飲んでるかとか、クレアチニンとかアルブミンとかいうものを、たくさんある変数の中、この変数さえ多変量解析のモデルに突っ込んでしまえば、ちゃんとビリルビンとハイパーテンションの効果を推定できるっていうことが分かるんですよね、知識を使えば。なので、まあ、因果推論をしたい時って時は、やっぱりこの専門家知識使って全てこう構造化してあげた後に、その因果推論ができる、その統計学的とか疫学的な知識を持った人間と一緒にディスカッションして、必要なものを洗い出すっていう作業が必要になってきます。まあ、もう一つ具体例を出しますけれども、これは何だ、この具体例は、まあ、方法が曖昧だった場合、なんか因果推論したいなと思った時にですね、ただなんかこうそのやり方がちょっと曖昧だった場合、どういうことが起こるのかと、自分のクエスチョンに沿って単純にこうわーって言って解析しちゃったらどんなことが起こるのかっていう例です。妊娠中の喫煙と乳児の死亡率との関係を見たスタディがありました。このスタディがあった時に、このスタディは1991年のちょっと古いデータなんですけども、411万人ぐらいの出生時と、あとお母さんかなのデータから、作れるものです。で、1年以内の死亡率に妊娠中の喫煙がどのように関連するのかってことを調査したデータでした。で、ここに書いてる図っていうのは、この実践が喫煙していたお母さんから生まれた、出生時、赤ちゃんの体重の、ヒストグラムっていうか、まあ、密度関数、密度分布ですね。まあ、これ見ると平均的に500よりもちっちゃいぐらいなのかな、ぐらいの平均が得られましたとか。で、ノンスモーキング、喫煙してなかった群に関しては、それよりも少し高いようなその体重、出生体重が得られています。で、この時に2500よりも小さい赤ちゃんのことをローバースウェイトって言って、まあ、低出生時っていうふうに定義します。で、次このグラフっていうのは、横軸にそのバースウェイト、出生体重をプロットしてあげて、縦軸がなんだこれは、1年以内のその赤ちゃんの死亡率ですかね。で、これが点々が、ノンスモーキング、喫煙していない人たちで、この実践が喫煙している人たちのグラフになっています。で、これ見るとですね、まあグラフを見るだけでも、非喫煙の方が、まあ、その赤ちゃん その生き残る確率って、死亡率っていうのは低いっていうのは見て取れると思います。ちゃんと解析してみます。死亡率の実比っていうのはちゃんと計算、パーソン回帰分析っていうのを使って解析した結果、パーソンかな、負の2項回かな、まあ、解析した結果 1.55 っていう率比が得られました。ノンスモーカーに比べて、スモーカーは 1.55 倍死亡しやすいって結果ですね。で、ただこれは単純にしか解析してないから、この出生体重でも調整してあげます。出生体重も出生体重で調整した結果 1.09 倍になりました。だ、これも結局 95% 信頼区間が1をまたいじゃってる、またいでいないから、まあ、統計学的優位にノンスモーカーよりもスモーカーの方が死亡率を上げるっていう結果が得られたと。喫煙群の方が死亡率が高いと。で、まあここで終わればよかったんだけれども、あのローバースウェイト、この低出生時の集団でどうなってるのかなっていうふうに切り込んであげて解析した結果がこれです。これ解析してあげるとですね、死亡の率比っていう逆転しちゃうんですよ。喫煙群の方が死亡リスクが低いって結果が出ました。統計学的にも結構ちゃんと低いんですよね。じゃあこの結果をもって、まあ因果推論っぽい方法を使ってるから、胎児の体重が少なければ喫煙しなさいっていうような、まあ、施策をしますかと。喫煙したらその赤ちゃんの死亡率が下がるから。で、これはなんかこうなんか変だなって思いますよね。まあ、実際ローバースウェイト、パラドックスって言われていて、まあ、ちょっと矛盾した結果がずっと得られてたんですけども、じゃあこれなんでこういうような結果が得られたかっていうのも、ちゃんと因果推論の知識を使えば、あの解析の段階で気づくことができるんですよね。どういうことかっていうと、ローバースウェイトっていうのは、喫煙っていうものはですね、この低出生、赤ちゃんの体重を小さくするっていうのも、まあ、影響しているし、
その赤ちゃんの死亡にも影響をしているというのはまあ分かっているんだとします。でその時に他にも何かこう病気、お母さんであったり赤ちゃんが先天的に病気を持っていて、だけそれは未測定で測っていなかった因子だったと。だそれがもうその赤ちゃん の, その死亡であったり低出生に影響を与えていただろうと。そうなった時にこのローバースウェイトっていうのは喫煙の有無にも未測定の要因にも影響を受けている因子になっちゃうんですよね。こうする時に因果がですねこう合流しちゃってると、この合流していると選択バイアスってバイアスが発生しちゃうんですよ。そうするとこうローバースウェイトと脂肪との間には本来効果がなかったのにもかかわらずこういうもので喫煙の有無と脂肪の間にはこう喫煙をしない方が死亡率は下がるって本当は効果があったにもかかわらずこのローバースウェイトで調整したがためにサブグループ解析をしたが上に逆の結果が得られたっていうそのメカニズムがこれです。結論としてはサブグループ解析をしちゃまずかったんですよね。そのクリニカルクエスチョンとかに沿ってダダーってなんか解析、まあ、統計学的になんかサブグループ解析とかよくやるじゃないですか。でやっちゃうとおかしな結果が得られますっていうものです。だこれに関しても因果性論の知識がちゃんとあればこんなことしなくて済んだんですよ。こういうようなパラドックスを生まなくて済んだんですけれども、知らなかったらこういうことが起こっちゃうと。だからさっきみたいにダグっていうようなそのメカニズムをちゃんとこう書いてあげて必要なもので解析こう可変量解析とかしてあげないと間違った結果を及ぼしてしまって間違って施策を生むかもしれないっていう例です。だから妥当な結果を導くためにはその皆さんのような臨床の場の専門家の知識も必要だし、僕らみたいなその統計家とか疫学者の因果推論に関する知識も総動員してやっと因果推論っていうものはできます。で今までこうデータサイエンスでタスク分類としてまあそのなんだディスク記述とか予測とか因果推論っていうものを見てきました。でそういうのを意識していくとその自分がクリニカルクエスチョンを持った時にですねこう研究こうなどういうことをやったらいいのかとか、まあ、こう研究自体もこう整理することができます。まあ、クリニカルクエスチョンがあった時に自分はまあなんか記述したいだけなのかなだったら記述に沿った方法を取ればいいし、なんかこの予測したいのかとか因果推論をしたいのかっていうのは結構解析の方法が結構じゃもう解析の方法が全然違うし必要なデータも違ってくるんですよね。だからここの整理をちゃんとしないでなんとなく解析しちゃうと間違った結果を生み出してしまいます。だからこそそのデータサイエンスで何ができるのか、まあ、結果としてはディスクリプションとプレディクションとコーザルインファレンスの大体3つに分かれるんですけれども、この3つにどれに落とし込むことができるのかなっていうふうにクリニカルクエスチョンを整理していくとその、まあ、無駄なことはしなくても済むしちゃんとした結果が得られるっていう話です。でまあこうちょっと自分の中でもまだ僕の中でもちゃんとまとまっていないんですけれども、このディスクリプションで記述するっていうサマリーとかあの関連をこう探索するっていうのはこの仮説っていうものを生成する過程にまあ位置するのかなって考えています。で仮説っていうものを生成した後にこの仮説の評価っていう意味で、まあ、プレディクションとかコーザルインファレンスをしていく流れになってくるのかなと。でこのハイポセシスジェネレーション仮説生成のそのこのステップっていうものがまあもう基地の情報としてある場合は一気にこのプレディクションとかコーザルインファレンスに飛ぶことができると思います。でよく疫学の教科書とか、まあ、臨床研究の教科書もそうですけどもペコとかピコが入っちゃうじゃないですか。だからペコとかピコって結局暴露があってそれに原因暴露っていう原因があって結果と関連があるんじゃないかって言ってコーザルインファレンスにこう入った流れになっちゃうんですよね。だから疫学がどうしてもこっちの流れになっちゃってるっていうか、なんかこういうようなステップをちょっと踏み外すなステップ飛ばしちゃったようなものの書き方になっちゃってるんですけど、個人的にはペコとかピコってちょっとまだ先のステップかなって僕思ってるので、まあ、やっぱりこのディスクリプションっていうのをちゃんと大事にした上でその次に何が介入可能なのかなとか、その暴露があって観察研究だから介入できないような要因だったら観察研究しかできないかもしれないけれども、その時にまあペコとかその暴露要因なのかなとか、それに対する比較何がかなとか、そういうような考え方としてペコとか使えばいいのかなと思います。まあ、こんなふうに、タスク分類すると、研究デザインとかをブラッシュアップできるっていうような例が考え方の紹介です。
で、今日の話はここまでです。で今後の流れとしまして、結構ガチギュッと詰まってますけど、11月の20日の水曜日に疫学とはとか、ちょっと皆さんのスライド、手元の資料と違ってるかもしれませんけど、疫学とはとか疾病の発生の測定について話をしていきます。で疫学とはって、因果パイとかいう話をしたりとか、疾病の発生というのは発生割合とか率とか有病率ってことをちょっと詳しく話します。あとリスク比とかオッズ比とか率比とかっていって2つの要因をこう比較する方法ですね。で11月29日の金曜日は疫学研究の分類ということで、コホート研究とかケースコントロール研究とかランダム化比較試験について説明していきます。で、12月5日の木曜日が推定検定制度ってことで、正確で妥当な推定をするのが疫学の目的になってくるんですけれども、それを歪めるバイアスって何なのかなっていうような種類を話していったり、信頼区間とかっていうのは精度を表しますし、ピーチというのは検定を表しますけど、それのこう注意点とか、最近こうピーチって使うなって流れになってるんですけども、そういう流れを説明していこうと思います。で、5回目12月20日の金曜日に因果性理論とか因果モデルの話をより結構細かく話をしていく予定です。で多分、5番目の、12月20日も12月20日に終わらないような気がするので、今後進めていきますし、個人的には予測の解析方法よりも因果性理論の解析方法の方が興味がある分野であるので、それについて解析方法についてちょっと話をしていけたらいいなと思ったり、よく論文にカウント分析って言ってセンシティビティアナライシスですねっていうのが書いてあって、それを説明したいなと思ったり、結束データって皆さんのデータにも絶対発生してると思うんですけれども、それをうまいこと調整する方法、その結束値を除いて解析単純しちゃうと選択バイアスっていうのが発生してしまって効果を歪めてしまうので、それをうまく歪めないような方法っていうのを説明していこうと思います。で上の4つっていうのはモダンエピデミオロジーって言って教科書があってですね、これを元に進めていく予定です。で、はい。で、こういうような話はツイッターで知り合った経験、いろんな、知り合いたちがいて、そういう人たちと今モダンエピデミオロジーって本を読んでてですね、そこで得た知識とかを使って話をしています。ありがとうございましたっていうのと、あと参考文献として7個ぐらい挙げています。結構読みやすいものを挙げている予定です。モダンエピデミオロジーは読みづらいです。読みづらいけど挙げています。でテイクホームメッセージとしては、データサイエンスは記述と予測と因果性論に分けられると。で意思決定と相性が良いのは因果性論であると。で、DAG というツールがあって、これを使えば因果性論っていうのがぐちゃぐちゃぐちゃってしたものをちゃんと整理していくことができると。あとアウトプットを意識すると、研究目的を整理していくことができますよとか、あとツイッターって、なんかいいよってなんかアホみたいなこと言ってますけどいいよっていう話です。以上です。